世界王者上田美希を MMA に続いて二刀流の挑戦です。185cm 92.0kg 日本 K-1 ジム福岡チームビギニング第2代 K-1 ワールドグランプリクルーザー級王者ケージ。元 K-1 クルーザー級王者、今日は勝ちが欲しいケージです。この試合はスーパーファイトです。 K-1 スーパーヘビー級3分3ラウンド延長1ラウンド、1ラウンドに3つのノックダウンでノックアウトとなる3ノックアウト制が取られています。さあ、この3ノックダウン制のスーパーファイト、上田美希を MMA との二刀流受けて立つ K-1 元チャンピオンケージ。第1ラウンドが始まりました。マサトさん、この重量級の日本人同士がこうやって戦うね、図式が出てくるんですね。そうですね、もう旧 K-1 のね、あの名残ですよね。本当そうですね、はい、ここが勝ったものが外国人の強いヘビー級と戦うと、はい、海外から門戸を開いたことでたくさんの重量級ファイターがなだれ込んできます。これからの K-1、 来年には世界予選を開いてワールドグランプリも開こうという青写真を描いている新生 K-1 です。その中で日本人の優としてどちらが世界と戦っていくのか、そのあたりの決定戦とも言えるかもしれません。飛び込んでいく、左フック、入りません、前蹴りから左フック、あ、しかしこれはローブローという判定です。上田選手の攻撃が下腹部を捉えた後の左フック、その前の左フックも結構効いてましたけどね。そうなんですね、それであの体が少し沈んだので、ダメージがあって、あの気が抜けていると余計筋的も効きますからね。あ、今左の前蹴りが当たったですね。そうなんですね、この試合は佐藤義弘さんとゆうちゃみさんに放送席に加わっていただいています。いやー、楽しみだね、ゆうちゃみさん、この試合ですけれども、日本人同士の重量級ファイター、はい、日本人同士のっていうのがいいですよね。そうなんですよ、やっぱこの階級はちょっともうめちゃくちゃパワーで戦いなっていうのがいいですね。日本人としてこの重量級戦線ずっと守ってきたケージ、その意地もあるでしょうね。そうですね、私も応援公式ギャルになってからケージ選手何回もさせてもらってるんで、ちょっと見せてほしいなっていうところもありますね。ここまで3連敗とやはりあの強い相手との戦いが続いていますので、勝ち星がなかなかもらえないというところで、納得できる試合をして今日は勝ちたい、そんな思いを語っていました背中のケージ、こちらです。反対側のコーナーではすまなかったということで手を合わせました。極真空手王者上田美希夫、先にライジンなど MMA では3戦戦っています上田美希夫です。いや、こういう選手が、佐藤さん現れてくるんですね、はい、MMA と K-1 と二刀流という。そうですね、もうこうハイブリッドファイターですよね、はい、しかもこの重量級ですからね。さあ、ローブローに注意が打ち上がりました。上田美希夫です。試合再開です。スーパーファイト K-1 スーパーヘビー級3分3ラウンド、第1ラウンド途中です。右のローキックはケージ。上田選手110キロですけど蹴り早いですね。そうですね、これが極真空手の蹴り。ただケージも相手は空手の世界王者分かるんだけれども、自分の蹴りだって走らせる、相手を聞かせることができるんだと話していました。左のフックを返していったケージ、ワンツー、左からパンツでいく、そして右の膝、しかしちょっと掴んでしまいましたケージです。 K-1 は掴みの攻撃は一切禁じられています。お互いに注意1となりました。これはスリップか、タイミングですね。でもいいタイミングですよ、絶妙なタイミングです。上田美希夫の前蹴り、思わず尻餅をつきました。左右にスイッチをしている上田美希夫です。このあたりもあの空手の時にも見せていた仕草です。上田選手のポイントって、戦い方のポイントって何かあるんですか。まあ、極真出身なので、あの極真って顔面のパンチがないんですよ。だからあの今最初序盤でケージ選手のパンチ少し食らったじゃないですか、体が大きながら、はい、あれもう少し慣れてくると顎が引いて上半身もう少し丸まった状態でパンチを受けられるって、それがあの顎がねこう引かずに受けてしまうとダメージの方が蓄積されてきます、はい、
で今は顔面をしっかりガードしようという意識が強いんですけど、これだとボディ開きますので、顔面に届いたか、この前蹴りはダメージあります。はい、右のストレートから入っていくケージ、効いてますよね。上田の前蹴りでちょっと動きの方が前に出ていきたいというところ、膝、左の膝も出してきました。上田に強烈、前蹴り強烈、ダメージあります、ダメージあります、これもノーダウンです。一番どの攻撃が効いたんですか。今前蹴りが効いてますね。もうなんだろう、自分の思っているよりも重いと思うんですよね。ケージの口が開いてきた、上田選手の前蹴り、この押されちゃって肩で大きく息をするような口の開いたシーン、ケージなんかダンプカーかなんかが正面衝突したような感覚じゃないですか、交通事故にあったような、そんな感覚だったかもしれません。第1ラウンド終了です。空手の世界の頂点に立ち、そしてこの MMA に続いて K1 のリングにも歩を進めてきました上田美希夫。画面の向こう側、青いグローブ、 K1 の番人とも言うべきケージがその前に立ちはだかろうというところですが、この前蹴りです。ダウンこそなりませんが、佐藤さん、やっぱり度重なりやられてくると、先ほどね交通事故じゃないですけど、はい、ダンプカーにぶつかったような、はい、あの1回目のやつはもうタイミングで倒れただけなんですけど、2発目3発目は完全に上田選手も体重乗せて打ってる前蹴りなんで、結構ダメージあるんですよね。だからあれが1、2回続くとダウンも取られるから、前蹴り倒れた時っていかに早く立ち上がるかも大事ですから。なるほど、もう結構ゆっくり立ち上がると、まあ、レフリーはダメージがあるって判断しちゃう可能性もありますよ。 K1 スーパーヘビー級のスーパーファイトです。上田美希夫が K1 初参戦、左のハイキック、これはダウンを取りました。上田美希夫 KG からまず一つ目のダウンは第2ラウンド8でファイティングポーズを取りました。ケイジ選手一発逆転パンチ持ってますから、はい、まだ諦めてない。左のハイキック、左のフック、ケイジ右ストレート、左、これは確かに2度目のダウン。2、3、4、このスーパーファイトは3度目のダウンでノックアウトという3ノックダウン制、あと1つです。左ボディ、さあパンチを重ねる、右のフックを返していった、ケイジ左のフック、右の膝を見せたケイジです。なんとか踏みとどまろうというケイジ、さあ肩が大きく上下に揺れているケイジ、苦しい体勢、正面に立って上田ガードを固めて、左のフック軽く出していきました、右のボディ、左の膝、しかし右のストレートを返していったのはケイジ、ブレイク。こうなるとなかなか厳しいですね、距離も潰されてる、はい、でさらに上田は攻撃を出すために自分で距離作ってるんですよね、バックハンドドロー、これは3つ目のダウンを取られました。上田美希夫 K1 デビュー戦、ケージに対してノックアウト勝利。 MMA と K1 と二刀流、これからどこまで駆け上がるか楽しみな日本人、上田美希夫ヘビー級の星が今 K1 横浜アリーナに輝きました。